Space Monkeys TV。 はい、Welcome Space Monkeys TV へようこそ。さあ、青鬼第2回目です。まあ、結構いろんなね、動画とかね、攻略サイトとかツイッター見ると結構ね、もうクリアしてる人が多くて、もういろんな裏技とかね、いろいろ公開されてますが、私は私のペースでやっていこうかと思います。いきなり噛みましたね。さあね、俺こういうのね、本当にダメなんで、前回どこまでやったかすら覚えてないです。とりあえず行きましょう。確か、これ先生と合流して、ここで確か青鬼が出てくるんですよ。ここでね。そうそう、もう出てきたじゃん。あれもうやられてるし、さあ皆さん、お気づきのように、私の青鬼ちょっとスキンが変わってます。もう、可愛い三つ編みの青鬼になったから、ちょっと怖さが半減してやりやすいかなと思います。いくよ。これなんか捜査官にまだ全然慣れないんですよね、僕ね。あ、ここに入ればよかったんだ。あ、違うよ。思い出した。これ、こっから出てくるんですよ、また。ほら、出てきた変態が。あ、こっち行き止まりだ。あー、鍵かかっとる。そっか、もうあそこのロッカーに入ればいいんだな。すぐにね。よしよし。もうここは慣れたもんですよ。思い出したぞ。行くぞ。で、こうで、真正面から出てきの、ここに隠れればいいんですよ。あ、ダメだ。で、ここに入って前から来るでしょ？来たら、こっからこっち逃げーの。え？ダメじゃん。どっちに行けばいいんだ、これ。さてと、どうすべ。これ上行ったらどうなんだ？あんで、ここか。うわー、もうこれどうしようもないやん、これ。さあ行きましょう。戻って、ここで戻る。ん？あ、便所に隠れりゃいいのか。分かった気がする。よし、分かった気がするぞ。なんとなく分かった気がする。いきますよ。こうでしょ？で、ここ来るじゃん。反対、逃げて。これでどうだ？オッケーじゃん。来ましたねー、ようやく。来た。セーブしときます。さ、先へ進みましょう。なんか今外で何かが落ちる音したけど大丈夫か？今ゲーム音じゃないですからね。リアル音がしましたよ。さあ先へ進みましょう。なんか変な一回音がしましたけど。これはいただきましょう。はい、これで一個スキンが解放されるかな。この先には一体何があるんでしょうか。ここは保健室か。これはなんだ。小さな引っかかれば、ここを回せば開くかもしれない。何かがあるんでしょうかね。ん？お、何かあるぞ。メモ用紙。これさっきの、これはね、わかりましたよ。体重計のブロックを置く場所があるんですよ。これ。ここ。これっすね。これのなんかヒントだね、きっとね。ちょっと見てみましょうか。同時に二つまで置ける。一体これは、
あれなんだろうかね、この重さがなんか求められるんだな、きっとな。さっきの紙を見てみましょうか。アイテム、メモ用紙、星が 7g、 四角が 4g、 三角が 2g と。で、合計何 g になればいいんだって話だよね。逆に言うとそのヒントはないぞ。どうすればいいんでしょうか。何かがきっとこの体重、あ、11261126の順で書かれてますね。1126ね、1126でしょ。11 7+4 で11、星四角置いて四角三角11、星四角を置けば11でしょ。で三角一個で四角と三角か。 OKOK、 よし、じゃあ置いていきましょう。違うか。お、開いた、成功。 OKOK、 これ取れるね。消毒用エタノール、一体何に使うのだろうか。さあ、今回はここまでにしておきましょうか。全く進んでないけど、いろいろ少しずつ謎を解きながら動画にしていこうと思います。今日はこんなものにしておきましょう。次回をお楽しみに。アオリ2シャープ2でした。バイ。